佐賀県北部にあった村で、東松浦郡に属していた。1889年に、町村制が施行されて、以降、2006年に、唐津市へ編入するまで存在した。佐賀県の北部に位置する、セフリ山山系に属し、町域の多くは山林である。いわゆる平成の大合併の政策に伴い、7々山村は、唐津市と東松浦郡の呼ぶ古町、鎮税町、 比ゼ町、北畑村、大地町、浜玉町、旧羅議町、玄会町の一市旧町村で2002年7月に合併法廷協議会を設置。玄会町が2003年6月に法廷協を離脱して以降、一市八町村で合併協議を行っていたが、七三村は2004年3月の村議会で合併案を否決し、法廷協を離脱した。旧浦議町でも、 合併問題特別委員会で合併案が否決されたものの、その後の住民投票で合併が賛成多数となって法提供を離脱しなかった。法提供を離脱後、2004年5月に73村の住民が合併案否決を不服とした村議会のリコール請求が行われ、住民投票の結果リコールが成立して村議会が解散。同年11月には、 合併に対する明確な態度を示さない、岡本健一村長に対して、リコール請求が行われ、住民投票の結果リコールが成立し、村長が失職することとなった。2005年2月に行われた村長選挙において、前職の岡本氏と合併推進派の新人、江口俊康氏が一気打ちで争い、江口氏が当選。2005年3月、 唐津市との合併法定協議会を設置し、2006年1月1日に唐津市へ編入した。小中学校村立もより空港は福岡空港。村内を鉄道路線は通っていない。もより鉄道駅は JR 九州地区旗線、浜崎駅。ありがとうございます。